あのこの曲めちゃくちゃかっこいいんですよね。あ、なんか拍手しちゃった。いや、ね、はい、おはすみよし、バーチャルシンガーソングライターの元住吉奈々です。今日はデリケートに好きしてを名曲アナリーゼシリーズですね、解析していきたいと思います。解析アナライズしていきたいと思います。アナリーゼってドイツ語なんだよ。まあとりあえずね、ピアノを出現させて BGM を聴きます。デリケートに好きして知ってます？イントロがダダダバダダバダダダダーンってギター入ってきた。ダバダダダダダダダーン。好き、男の子と違う女の子ってやつ。ね、まあイントロかっこいいよね、まずね。まあこれはたださ、ドミナントがずっと続く。ドミナントって、あの、長く続けられるんですよ。トニックとドミナントって。あ、いや、まあどれも長く続けられるけど、ドミナント、あ、まあなんだろうな、トニック、僕はあのサブドミナントって長く続けるとそれトニックじゃないってなっちゃうんだけど、ドミナントは長く続けてももともとコード的にこの不安定じゃん、このトライトーンが不安定だから、長く続けててもドミナントの感じのまま長く続けられるんですよ。でここはちょっとオンコードを使ってドミナントコードです。ドミナントミクソイリアンモード、ミクソイリアンモード感はあるんだけど、これをこうずっと続けられるだミクソイリアンのモードを演奏してるってイメージでもいいのかもしれないけど、ただまあ機能的にはこれはキー F なんで、要はドミナントのイメージ、これがずっと流れてると思っていいんですけど、これがさ男の子と違うと A7 に行くのよ。すごくないこれこれすごいよねって思って、でキー F だと考えると、要はこの C から Am に行くってさ、 CFCF これが FC こう言ってるってこと、まあなくはないんだけどなくはないんだけど、まあトニックのね、トニックの F メジャーセブンスだとすると Am ってさ、ここ3を F メジャーセブンスの中に含まれてんじゃん。だからまあちょっと代理感はあるっちゃあるんですよ。代理感あるっちゃある、あ、まあ代理として取っていい、まあクラシックの楽理だと取っていいんだと思うんだけど、さ取っていい、あの3をトニックの代理とすることが多分できると思うんですけど、あのミディアントとか言うよね、あの何トニックとさドミナントの中間だからミディアントって、トニックとしてもドミナントとしても使える、どっちにも代理できるみたいな。うん、どっちも代理できるし、どっちにも代理できない。独特のコードなんだけどさ。うん、っていうふうに、そのまあ3に、このドミナントから、3に行くんだけど、それをセブンスにしてるっていう。これもまたね、すごいですよね。洒落てますよね。なんでこんな曲があの時代に生まれたのかがよくわからないんです。で、そっから、A メロがさ、男の子と違う女の子って、好きと嫌いだけで普通じゃないの。こうなんですよ。まず、この A7 と D マイナーが、こう、何？
行ったり来たりするっていう、これもうキー Dm じゃんみたいなことなんですよ。はい、そうだね、 Dm じゃん、 F なんだけど Dm じゃんみたいなことなんですよ。そうそう、でそっからこれを Dm の D7 にすることで、要は何ダブルドミナントじゃないや、ダブルドミナントじゃない、二度に行くためのセブンスコードだよね。さ、あのセカンダリードミナント、セカンダリードミナントになってて、あと2バイブモーションだよ。でも好きになったら、でも好きに、ここは普通にこうセブンスから解決してる G マイナー。好きになったらいくつかの魔法、ここもなんかちょっと変なコードな可能性あるね。いくつかの魔法、違うね。魔法を見せるは本当よ。次このコードなんですね。これもかっこいいんですよ。F でさ、で終わったんだけど、次にドミナント的なものを挟んでもう一回ラーラーラーダダダダダダ、なんだっけ歌詞歌詞を忘れましたけど、あーそうよ女の子のハートはだ、これでさ、うん、あるじゃん。で F から E オーギュメントに、そうよ女の子のハート、星空に月の小舟浮かべ夢、ここは普通のドミナントなんですよね。だ ここでこれやるわけじゃないって、これも面白いですよね。まあ E のオーギュメントって要は C のC にこのソがシャープしてて、それだけなんで、まあ C のちょっと変化したよぐらいの、ドミナントの C がちょっと変化したよぐらいの感じのコードの展開系なので、まあドミナントとして見ていいんですよ。でもまあ本当にやりたければこの音を加えればもっとドミナントっぽくなる。何これC オーギュメントセブンスみたいな、オンEだけど。こうなるわけよ。はい。で、ななななななな。で、次もさ、オーギュメントあるのよ。F オーギュメントあるんだけど、このオーギュメントは、ただ、このトップをこう動かして、F、F オーギュメント、G マイナー。そうよ、こんな中な、ことだよね。このオーギュメントの2つのオーギュメント2回出てくるんだけど、2回 2種類のオーギュメントが出てくるんだけど、その使い方がちょっと違うっていうね、このこじゃれた感じもすごいなっていう、いい曲だなって思いました。そんな感じです。BG 戻し、キーボード戻しますけど、はい、ということで本日の名曲アナリーゼは新年一発目の名曲アナリーゼは、デリケートに付きしてですね、なんだっけ、何のオープニングだっけ魔法少女ものよ、クリーミーマミー合ってるちょっと待って、あーごめん、いいや
間違いでは済みません。に、す、クリーミーマミだよね。はいはいはい。合ってるね。おい、んじゃ、そんな感じです。じゃあまた。